はい、こんにちは、有明高のりくです。今日は家でもできる反応のリアクションのトレーニングをやっていきたいと思います。それでみんなに準備してほしいものが一つあります。それはこれ、お家にある色が違う3つの、まあ、柔らかいこう物とかを傷つけちゃったりしないような3つのこういうボールみたいなものを用意してください。ちなみにコーチはこれサッカーの時の靴下を使ってます。サッカーの時の靴下をこうちっちゃくボールみたいに丸めたやつを使ってます。それで3色用意してください。これを使って今日はトレーニングやりたいと思います。で、やり方としてはまずお家の人と一緒にやるトレーニングです。お家の人にこの靴下、まあ、ボールを投げてもらってください。それを今からコーチが言うレベルごとの色だったりこう言われた色っていうのに沿ってキャッチするっていうトレーニングです。それじゃあやっていきましょう。まずコーチがレベルと見本を見せていきます。まずレベル1、レベル1は色2つ使います。2つ使ってまずコーチは赤と白靴下を使います。それで、投げてもらった後に言われた色の方をキャッチしてください。例えばお家の人に2つ投げてもらって赤、お家の人が言ったら赤だけをキャッチする。白はポトって下に落としちゃっていいです。赤だけをしっかりキャッチして、これがまずレベル1です。ちょっとやってみます。白、こんな感じ。もう一回赤、こんな感じです。まあ、レベル1はまだみんな簡単だと思うんでしっかりここはクリアしてみてください。次レベル2、今度は言われてない方の色をキャッチしてみてください。さっきみたいに赤ってお家の人が言ったら白をキャッチしてください。みんな赤は落としちゃっていいです。そしたらこれも見本を見せてやっていきます。赤、赤って言われたので白を取ってください。みんな赤は落としちゃっていいです。もう一回白、こうね。ここもまだ2つなんで簡単なんでしっかりついてきてください。次から今度色が3つになります。3つになった時がちょっと難しいんでここから気合入れてやってみてください。次レベル3は3つお家の人にポンって投げてもらって1つだけ色を言ってもらいます。例えば3つ投げて黄色って言われたら黄色だけをキャッチする。赤と白は落とす。赤って言われても赤だけをキャッチして白と黄色は下に落とす。言われた色だけをキャッチするっていうのがレベル3です。じゃあちょっとやってみます。白、白って言われたので今黄色と赤を落として白を取りました。これがレベル3です。ちょっとここから難しくなってくるからしっかりついてきてください。次レベル4、レベル4は次2つ色を言ってもらいます。例えば赤と白だったら言われた方2つ赤と白どっちもキャッチしてみてください。投げられて赤と白って言われたら赤と白両方キャッチして黄色を落とす。これをちょっとこっから急にレベル上がるんでやって頑張ってみてください。じゃあ練習見本見せます。黄色白、黄色白って言われたので今黄色白を取りました。これ意外とみんな多分コーチは結構さっき実は練習したから簡単そうにやってるけど結構難しいからちょっともう一回やってみる。赤黄色、赤黄色って言われたので赤黄色を取ります。しっかりこの時に色を聞いてすぐ手を動かす運動にこう頭を回転させる、そういったことをちょっと意識してみてください。で次レベル5、これはレベルマックスの1個下。レベル5は
さっき3つのうちレベル3で1つだけ色言ってもらったよね。そういった時、その時に他、例えば黄色って言われたら、言われてない白と赤のどっちかをキャッチしてください。黄色って言われたら白かどっちかキャッチ。これがレベル5です。これは言われてない色を取るから、少し聞いて考えてアクションするっていう一つステップが増えるから、ちょっとまたレベル4からも難しくなってるんで、これもまた見本を見せます。白、白って言われたら黄色と黄色か赤を、もう一回黄色って言われたので赤か白と、これがレベル5です。次、最後レベルマックス。レベルマックスは今の言われてない方の色、今片っぽ1個しか取んなかったけど2つ取ってください。これがレベルマックス。2つ取るからやらなきゃいけないことは2倍になります。なのでしっかり準備して聞いてすぐアクションできるように準備して心がけてください。では最後、これコーチがビシッと決めて終わりたいと思います。赤、これはミス。赤って言われたのに赤取っちゃったからミス。真面目に最後ちょっとガチで一回成功させて終わります。白、白って言われたので黄色と赤を取りました。これがレベルマックス。コーチ、さっきも練習したコーチでもできなかったんで、多分みんな最初は全然できないと思うんだけど、ここまでできるようになってください。回数の目安としてはレベル1から、まあ、5回できたら次のレベルに進んでいくっていう感じで、レベルマックスまで完璧にできるようになってZoom で教えてください。コーチも期待してます。じゃあこれをね、お家の人とも代わり番号とかでできるから、こう2人1組とかで家族で競争とかチャレンジしてみても楽しいんじゃないかなって思います。今日コーチが紹介したメニューはリアクションのトレーニングでした。